ユラ様、イライラするんだよ。もっと俺を楽しませろ。ここはどこだ？どこだ？どこですか？ミラーワールドだ。鏡の中。テナ様、おはようございます。イライラするんだよ。脱獄されてきたんですか？その通りだ、面白いものをもらってな、はい、今日は楽しくなりそうだ。というわけで、はい、今日はまあ、こういうね、感じになってますよ。すごい、後ろまで。すごい。で、まあ、なぜこういう格好をしているかというとですね、はい、おい、コスプレ情報、風行くぞ。はい、ポーズを決めて。それと顔映るじゃねえか。お前、手袋はどうした？手袋、ね、少々お待ちください。コスプレ女王がコスプレってますんで、ちょっとお待ちください。行くぞ。シュッ、ジェン。ジェンというね、すごいね。ありがとうございます。まあね、こうなんでこういうことになってるかと言いますとですね、これですよ。わかりますか？そう、王者。今日はとある方に会いに行きます。まあ、この王者がいなかったら俺は平成で仮面ライダーにはハマってなかっただろうな。というわけで、はい、バトンタッチ。あー、セクシー。じゃあ、尺もない。いくぞ。準備あるか？はい。うわー、リュウガ様。うわー、帰ってきました。帰りなさいませ。あれ、何、あれ、髪型が変わりました？あれ、気づかなかった？はい。ワープしてる間に切ったじゃん。いや、知りませんよ。マジで見えなかった？見えませんでした。まあ、これが神業だよ。神業ですね。神業です。あー、でもね、息は大変だったよ。ワープ中に迷子になるっていう。今回ほら、ね、王者、朝倉さんですよ。ね、警察は天敵じゃないですか。なのに、ね、そこに行くのに、交番で道聞くっていうね。おまわりさんに助けられるという、朝倉の、天敵に、場所を教えてもらうっていう、このね、不可思議な状況になりましたけど、無事に、萩野さんとお会いすることができました。パチ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 。なんか本当さ、遅れたじゃん。30分ぐらい遅れたんだよ。開始の、
まあまず最初驚いたのはね、もうおなじみのさくらちゃんが外で待っててくれてて、なんか入ってなかったの？もうそんなことはできません、お待ちしてます。でね、ちょっと外で待っててくれてさ、みんなからありがとうございます。素敵ですね。もうね、彼女はもうすごいいい働きをしてくれるからね、スタッフにうちの会社に入れようかなと。まだ本人には何も言ってません、勝手に思ってます。断られたりしてね。だが断る。で、ね、2番目にびっくりしたのはね、その会場入るじゃない、でちょうどそのこう入ったとこのすぐのテーブルに針野さんに出してパッと俺に久しぶりだねって。もう15年までいかないけど、もうそれぐらいだよね。覚えててくださって、あれね、確かファイナルショーまだ中野とかじゃない時に、あれ五反田とかだったのかな、でなんかそのショーの後にやっぱり役者さんのトークショーをやるんだけど、俺正直怪人とか苦手で、あの連れ去られると思ってるからね、苦手なの。だから僕一番後ろで、ただその時のその東映の方たちなのかな、あのせっかくだから、まあその時ね空いてたんだね、一番前とか、一番前空いてるんで一番前どうぞって言われて、もう担いでもらわなきゃいけないし、ほんとあのね、下手にこう客席から怪人とか出てきたら嫌だから、いやもういいですって言ったんだけど、いやいや遠慮なさらずにって、よいしょって担ぎ上げられて、そのままおみこしのように連れて一番前で見てて、でいやでもここから怪人とか出てこないですかみたいな、いや大丈夫ですよ、あのステージの上だけですからって言われてたのに、ショーの時に見事に、怪人とライダーが、前の扉からバーン出てきまして、もうねフリーズしてましたよ。まあ、そんなのもありつつだったんだけど、そのトークショーの最後に萩野さんが帰るときに、この、 あの紫の方のね王者のデッキを萩野さんってガッて見せたら、萩野さんも自分に出してこうやってお互いこうっていうのがあって、で、まあ、その後あの村上さんもあの出てて、萩野さんも出てたら舞台見に行ったりしてるんだけども、まあ、そういう感じでね、もうすごく印象残ってたもんって言うと覚えててくださって、びっくりしましたね。はい、嬉しかったです。まあ、そんな感じで、ツーショット萩野さんと撮りました。見ます、見ます、見ちゃいます、見ちゃいます。ちょっと拡大しようかな。じゃん。二人でベノバイザー？そう。コールドベノバイザーとベノバイザーを持って。すごい。で、あの、あれだよ。ネックレスも。うちがプレゼントしたやつ。シャドウモンのつけてる。これあのね、萩野さん限定ですからね、ね、売りません、はい、販売しません。あとね、あ、これあの俺専用だ。あとのこの指輪ね、これあのスキンっていうブランドでさ、昔あれどんぐらいだな、大学生ぐらいの頃に買ったのかな。でこれね、3つ4つ持ってるんだけど、結局向こうのサイズだから14号で買ってもでかいんだよ。でこれ俺ちょうどハマったのが12号で、14号でかいから、あので14号2つ持ってる。
最初14号で買ったけど、これなんか間違ったのかなと思って、それでもう1個買い直したけど、やっぱでかくて、だからその14号1個あげて、でも萩野さん小指サイズだった14号がマジでとか思って結構節しっかりしてんのねみたいな感じでしたけど、そんなんで、いやドキドキしながら、もう写真撮ったら、いや僕緊張してますよ、何をおっしゃいますとか言われてさいや緊張してないよね、見せてるけど緊張してますよ。それ王者がいなかったら俺平成ライダーハマってないからね、本当に平成ライダー見るようになったきっかけは王者だから、いや憧れの5代目でした。というわけで、次回は次回予告、次回はガンバライジングです。あのねすごいよ次のガンバライジング。最初見てたなんかノーマルとかレアは別に欲しいのないなと思ってたんだけど、バーサスレアっていうのが今度出るんだって、そのシリーズの中で、ねロードバロン、マシンチェイサー入ってて、あと他のカードもシャドウムーンがあったりとか、あとスペクターの信長もどうやらちょっと強いカードでありそうだし、あとさくらちゃんが好きなナイト、ムートロが好きなゼロノス、あと何だったかな、などなど、ああメテオストーム、メテオストーム、そうメテオで裏返すとメテオストームなんだけど、その絵柄がこうやってて、コマがバーって回転してる絵柄なの。これね今回ちょっとやばいっす。カイザもいる、結構ねいろいろと、ダークドライブとゴールドドライブがないのはちょっと残念だけど、まあ、まあこれだけいろんなカードがあればちょっと頑張りたいなと思うので、次回は、頑張ライジングです。じゃあワープしようか、これを使ってどうやってワープしようかな、あ、違うな、後ろ向いちゃうよね、オッケー、いきます。うわー。